受講生代表の太田です。今回お越しいただきましたのは、株式会社モカ取締役宮川大輔先生です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日から Python 実践ということで全5回でお送りしていきます。今回は初回ということで、このコースを受けるとできることについて先生教えてください。はい、わかりました。このコース、実践ということですので、Python の入門を一通り修了された方向けに、それよりもより深く Python を学べるような内容を提供したいと考えております。合わせて、Python には公式のドキュメントといったものがございますので、それを通してこの講座終了後も、Python を独学でさらに、学んでいただけるような体制も、取っていただければと考えております。なるほど。ドキュメントを読んで自力で学べるようになるということですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは次に、初回ということで先生から自己紹介をお願いします。はい、宮川大輔と申します。群馬県太田市出身です。で、皆さんご存知かと思いますけれども、 Google という会社で、日本 Google Japan と US 双方で、後半はAndroid というモバイルプラットフォームのチームで開発をさせていただいてました。で、途中で辞めて2012年に現在の株式会社モカの取締役としてお仕事をさせていただいております。私の興味はソフトウェア開発そのものと、その技術者の育成であるというか、その技術支援みたいなところが好きでして、そういったイベント等をお手伝いさせていただいております。で、来週、多分この生放送を受けていらっしゃる方にとっては来週なんですが、技術書店というものをお手伝いさせていただいてまして、その中で、サークルさん向けのサービスなんですけども、グリフレットという、ドキュメントをビルドするサービスを提供します。これは前回技術書店2では、直接印刷所に原稿を投げ込んで、そのまんま当日本が届いてくるという、ちょっと野心的なことをしたサービスでもあります。これ Python で書かれていたんですね。また、もうこれも一旦終わってまして、次回検討中なんですが、はい、角川スキー総研というところと、協力させていただきまして、道具としての Python という別の講座も行っていたりします。はい、ありがとうございます。それでは今回の授業のアジェンダをお願いします。はい、早速第1回のアジェンダになります。まず先ほど申し上げました通り、公式のドキュメントというものが何であるかをご説明し、全体としてこの第1回に限らず2から後半までに続くまで、そのドキュメントを読むという訓練も含めて、この講座を進めていきたいかなと思います。で、第1回としましては、そのドキュメントを読むということを意識しながら、まず、Python 特有のですね、変数名関数名におけるアンダースコアの、意味を軽く眺めておきたい。その上で、よく出てくる用語、そのドキュメントによく出てくる用語であるイテラブル、イテレーターとは実のところ何ですかという話も合わせて考えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは授業入る前に、こちらから、授業に対する注意点をいくつかアナウンスさせていただきます。本授業ではプログラミングの入門授業を終えられた方を対象としています。 Python の実践に近い知識やスキルの習得を目指します。録画放送をご覧の方で Python の基礎的な知識がない方は、現在タイムラインに教務課から流しております各種入門授業を事前に受講されることをお勧めいたします。また本授業は内容が高度になりますので、ぜひ生放送だけでなく録画放送を繰り返し見て復習することをお勧めいたします。参考サイトも投稿しておりますので、ぜひ合わせて復習などにご活用ください。またこのコースでは Python の実行環境としてアナコンダを使用しますので、現在教務課から流しております URL から事前にインストールをお願いいたします。また授業で Mac を用いて説明する予定です。 Windows を利用される方にも配慮しますが、一部の説明は Mac にのみ当てはまる内容となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
また今回授業で使用するコードはサンプルファイルとして授業ページにアップしております。必要な方はそこからダウンロードをお願いします。それでは早速授業を始めていきましょう。生放送でご覧の皆さん、授業中にも思ったことや質問は自由にコメントしてください。たくさんの投稿をお待ちしております。はい、では先生、授業をお願いします。はい、授業、始めたいと思いますけれども、早速なんですけれども、この講座入門を修了された方向けというお話になっているんですけれども、じゃあどこまで皆さんが Python を使われているのか、どのぐらいご存知なのか、皆さん学び方が幅があると思いますので、はい、まずそこから確認をしてみたいということで、早速質問です。はい、皆さんの Python 経験をお伺いしたいと思いますので、ぜひ、タイムラインに投稿していただくなり、投票ですかね、そういった形していただくなりで確認いただきたいんですが、だいたい4択考えています。はい、まずはもうよく使っているよと、自信があるよという方、実践、さらにその上を目指したいという方、はい、で1回ちょうどこれが多分想定だと思うんですけども、入門を終えた後で少し使い始めましたという方、あるいはですね、この講座を考えている間に多分結構 Python 使われている方で多いんじゃないかなと思うのが、 Python はそんなに詳しくないんだけど、別のプログラミング言語から入ってきた、別のプログラミング言語を詳しくて Python をその比喩で使っているという方もいらっしゃるんじゃないかなと。そういう使い方がすごく強い言語なので、そういう方多いかなと思って第3の選択肢がございます。で最後に、はい、まだ入門という終わってるか、ちょっと不安だよ、まだ終わって初めてだよという方がいらっしゃいましたら、まあ、その方も、この講座、学べる部分あるはずですので、ぜひ選択肢4番で考えていただきたいんですけど、どうなんでしょうか。はい、先生からの質問です。皆さんの Python 経験についてお答えください、お答えください。はい、どうなんでしょうか。4段階で質問がありますが、はい、私は全くの素人です。はい、全然全くわからない、日本語もわからないみたいな話になってしまうとちょっと問題ですし、あと逆に自信があるっていう方は、僕の説明の仕方にちょっと異議を唱えたくなる部分があるんだったら、ぜひそれもコメントいただきたいかなっていう部分はあります。というのも、僕自身この講座を受ける前後とかで本とかをよく今参照したり、もちろんこのドキュメントをじーっと見るんですけど、おかしいとか思うことはあるんですよね。でそうした時に、じゃあどれが正しいのだろうっていうのは 100% 決まらないこともあるので、でそういう批判、まあ、いい意味で批判的な目で見ていただく方もぜひいらっしゃってほしいですし、はい、でもうこのメインの方々、少し使っていて入門から一歩踏み出したいという方は、今回の目標はドキュメントを読むという。で、はい、これが入門書であまり取り上げられることがないんですよ。皆さん書かれてますけど、ドキュメントを読みましょうって意外に書かないから、はい、読んだことがない入門書卒業生っていう方がいらっしゃって、それは残念なんですよね。だって公式にすごいいいものがあるわけだから、だからそういう意図があって、もうこういう講座で最初にテーマとしてドキュメントを読みましょうって話をしてるんですが、皆さん大体学び始めたばかりだという方が多いようですね。3番のプログラミング言語を知っているという方、じゃあ、はい、他の言語から Python を学び始めた方、はい、2番の方が多いという感じで話をすればいいのかなと。そうですね、はい、3番とか2番とかが皆さんの大体の、はい、4番もいらっしゃいますね。そうですね、これは取れるところを取っていただいて、何ですかね、Python を勉強する中でセットでこの講座の内容とこう見ていただくと、はい、入門のレベルがガッと上がるんじゃないかなという期待してます。あ、なるほど、ということです。はい、はい、ありがとうございます。はい、では質疑をこちらで続いてのセクションに移っていきます。はい、で質問に続きまして例題でございます。でこれはですね、この講座は決して特定のライブラリーや特定の製品にフォーカスしたものにしたくなかったので、ごくごく基本的なところから例題を取ってきました。1から100を足した合計を計算してください。1から1000のうち7もしくは13で割り切れる数の合計を足してください。足し算の問題ですね。であとループを使う問題になりそうな感じがしますが、ちょっとこれをですね、皆さん解くとしたらどうやって書くのかなというのがございます。で、この講座ですね、皆さんに書いていただくという時間をお取りするのもちょっと生放送で申し訳ないので、はい、とりあえずの回答例を、次に、並べてみました。上と下で、上が第1問目の回答例、とりあえずの回答例、下が第2問目の回答例でございます。
上がホワイルという文を使っておりまして、もしご存知なければぜひホワイル、ぜひホワイルの使い方を復習していただきたい、はい、下は、for と if という、やはり重要な命令を使った、書き方で、例えば7の倍数、13の倍数というものをどうやって、書くのか、まあ、条件式で書くのかや、それを結合するのはどうやればいいのかという復習に使っていただいても良いかと思います。いずれにしても回答は出てまいります。上の場合は5050、下はまあ数字が104,104かな、数字の数や結果にはあまり意味はありません。要するに練習としてこういう回答になるのかなというのをまず書いてみましたが、はい、ですね、確かにこれ全然間違ってはいないんですが、 Python を書いてるのであればぜひ、スルッとこう次の、少し工夫した回答例みたいなところ、もっと短くするって意味では短くなるかもしれないんですけど、日々の、雑用で使われるとか、プログラムで書くときは1行ぐらいで書いてほしいと。下はですね、はい、横幅が、まあ、限られてますので、2行にしてますが、文字数69かぐらいだったので、横幅80行、文字ぐらいだと、これ1行なんですね。はい、なので、両方ともさっき3行から5行ぐらい、使ってたものを、このぐらいのプログラムなら1行で書けるということです。だからより簡潔に短い行数で書けて、はい、普通画面って縦限られてますよね。だから行って大事だと僕は思ってまして、はい、このぐらいの問題だったら1行で書いてほしいかなというまず例題でございます。はい、はい、でですね、まあ、これ覚えてもいいんですけども、ぜひ一つ一つの、意味を理解して使っていただいた方が、はい、こう私としてはいいかなと思ってます。というのも応用が広がるから、そこに何が入るのかと。例えば今回組み込み関数の sum という、ものを使いましたが、はい、何を引数に具体的に受け取るんですか、何を受け取れないんですかと、はい、で法文とかご存知で、とりあえずの回に法文使いましたけど、なぜか sum の関数の中に登場しましたと、はい、入門される方の中には何これっていう方もいらっしゃれば、おって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、なんで登場できるのかと、これはどういう意味で、で、sum 関数と組み合わせた時に何が起きているのかを、まあ、意味を理解していただきたいと、はい、でもう一つですね、先ほどのページと回答をちょっとだけ変えた上の四角とさっきの回答を並べたんですけれども、はい、普通にちょっと勉強してるぐらいだと上の回答になるんです。サムの括弧の中に中括弧、鍵括弧が入って、ここの中になんかあると、これからご説明する機能なんですけれども、そういう機能を使ってプログラムを書くことはできるんですけど、下鍵括弧ないじゃない、地味な差なんですけど意味が全然違ってくるんですね。はい、じゃあこの下の意味はどういう意味、どういう性質があるのというのを、理解していただいた方がきっと楽しいし、良いプログラムが書けるのであろうと期待して、この講座の、主題となっておりますと。はい、ありがとうございます、はい、ここまで本日の例題のセクションでした。では続いて公式ドキュメントを読もうというセクションをお願いします。はい、そういうわけでですね、いろいろ調べていただくということです。フェーズが発生いたします。で、皆さん入門を修了されていると思いますので、いろいろな形で入門の書籍であるとか、あるいは最近 Python を使った何か機械学習 AI どうのこうのっていうところで第一章を持って入門を得るという本も多いんですが、はい、そうなりますと調べ方がわからないよというところで放り出されてしまう可能性が少しありますと、はい、そうした場合にはぜひチャレンジしていただきたいのがこのスライド上にある公式ドキュメントの存在です。この講座では公式ドキュメントと呼びますが、まあ、公式のドキュメントこれだけではなくて、この講座の後半でも少しご説明するんですけど、とにもかくにもこういう公式 Python の、反復元とセットになっているドキュメントを参照する癖をつけていただきたいかなと思っています。で、はい、その中にですね、たまにその僕も入門的な講座を受け持つのでお伺いすると知らない方が多くてびっくりするのがチュートリアルがあるんですね。つまり他のプログラミング言語を学んでいる方向けに Python とはこういうものですよ、ここに落とし穴がありますよ、こういう機能ありますよ、特徴ありますよっていうものがまとめられた公式のチュートリアルがあって、はい、日本人の有志による割と良い翻訳があるので、これを知らないのも非常にもったいない。この講座、の前提とは言いませんけど、ちょっとオーバーラップするところもあるんですが、はい、この講座終わった後にでもいいですから、一旦眺めていただくのがとてもおすすめだったりします。はい、で、そこと連
同する形でいろんなドキュメントがある。これを読むとですね、新しい発見や深い理解が、まあ、入門問題でどうしても説明しないところありますので、そういう深い理解が得られるであろうというふうに期待してます。はい。で、一例いいですかね、はい、一例を挙げますと、例えばドキュメントにおけるフォーやフォワイルの定義に関する部分を拾ってみました、はい、で細かいことはこの回では大丈夫ですが、実はこの定義で、フォー、ターゲットリストとか細かいところいいんですが、エルスってあるんですね。 if 文のエルスは分かるけど、フォワイル文のエルスってなんだよっていうふうに一番最初私も思いましたが、実はこれちゃんと説明がございます、はい、下の四角の例を見てみましょう。ここですね、リストが1個定義されてまして、全部奇数が入っております。これをフォーループで回しまして、はい、もし、か要素1つでも偶数2で割り切れて0であったら、偶数ですと出てブレーク文を並べ、はい、でこのフォーループを終了すると。これはまあ入門の範囲かなと僕は期待しますが、エルスがあるんですね。このエルスがブレークが実行されなかった時にだけ実行されるブロックになります。だからここにプリント偶数は見つかりませんでしたと書きますと、なんとこれは皆さん想像する通り、偶数だったらどれが偶数かが表示され、そうでなければ偶数は見つかりませんでしたという結果になります。これは非常に、さまつな例ですけれども、もしかすると入門本等で見ると省略されてしまう、ドキュメントを読むと小さい派遣があるという、お話がありましたが、そういう一例かなと思ってここに、表示させあのご紹介させていただきました。で、どこに書いてある、そこに URL ありますので、またお時間ある時にでもチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、ここまで公式ドキュメントを読もうというセクションでした。では続いてはドキュメントを読むにも慣れが必要のセクションにお願いします。はい、で、ここまでドキュメントを読めば何でも深い機能がすぐに分かるじゃないかと、これ半分あっていて、半分が間違いでして、すぐという部分が問題ですね、はい、ドキュメントというのは良くも悪くとも全てを網羅しようとする傾向がありますから、はい、難しいところは難しいんですよ。で、サムの関数の意味を調べてくださいって先ほど、まあ、なんとなく申し上げましたが、はい、ここのスライドにですね、サムのドキュメントを、はい、ほぼ全て掲載しました、はい、で日本語全部読んでるのは時間の無駄なので、最初の一文を読みますね。スタートとイテラブルの要素を左から右へ合計し、はい、総和を換します、うん、スタートは分かると思います。つまりサムって初期値を、0じゃなくて10からできるんです、うん、これも小さな発見です。違います、イテラブルって何ってなるんですね、うん、でイテラブルって普通の日本語じゃないのに、いきなりドキュメント読むと飛んでくるんですね、うん、この芋掘り状態ですか。そうですね、そういうことがあって、またフォー文もですね、先ほどのエルスのところに注目しましたが、じゃあ他にいい情報ないか、じゃあそもそもフォー文ってなんだっていう話をしていきましょう、はい、フォワイルとイフは簡単です。フォワイルはトゥルーかフォルスにで、進むか進まないかしか判断はしないです。イフもフォワイフトゥルーだったらこっちやる、エルスならこっちやる。フォーはですね、ちょっとそういうものではなくて、エクスプレッションリスト、そのスライドの中見ていただきますと、はい、イテラブルを返す式っていきなり出すんですね。イテラブルって何って聞いてるときに、イテラブルって言ってちょっと触笑気味なんですが、さらに得られたイテラブルからイテレーターが作成され、そのイテレーターから得た要素を順番に数と、まあ、フォー内のブロックですよっていう感じでは、ここはわかるかもしれないですが、実行する。2号は知らない単語が出てきてしまいました。はい。つまり、よく入門で使われているフォー文ですら、ドキュメントを読もうとすると、はい、おやってこう、おかしなことになっちゃう。うん、もちろんイテラブルも説明があるんですよ。で、ちょっと古いドキュメントになりますが、日本語の訳を、示しますと、こんなに長い。がこの中で青い部分はリンクです。つまり他の用語につながってます、はい、たくさんあります、ありすぎます。これいきなり法文の意味知りたくてイテラブル調べたら、これ全部フルに理解しろって言ったら何なんだこれってなりますよね。これが慣れって僕が今申し上げてる部分です。さらにイテラブルに関しましては、この講座の一番最初例題として挙げますけれども、ちょっと分かりづらい部分があるので、それも含めて例題として、じゃあこれなんだろうねと、ドキュメントとセットで勉強してみませんか、うん、というふうに取り上げた次第です。はい、なるほど、ありがとうございます。ここまでドキュメントを読むにも慣れが必要のセクションでした。続いてのセクションは変数関数名でのアンダースコアについてです。
はい、さてイテラブルを勉強していき、ことを通してドキュメントを読んでいきたいというお話でして、先ほどのスライドのイテラブルの説明でした。この中にですね、はい、基本データ組み込みデータ型と呼ばれるもの、リスト文字列、タプルとか辞書とか、集合とか、これは入門の範囲で勉強いただけるのかなと思っているので、さすがにここではご紹介しませんが、はい、読むときにですね、しばしば出てくるアンダースコアがちらついてめんどくさいんですね。で、なのでそのアンダースコアの、部分については、ぜひここでこう紹介したいかなと。まあ、やることとしては知りたい知識ドキュメント内で調べつつ、はい、で、ウェブも検索もちろん活用して構いません。それがマスター、つまり本当の公式の説明でないことを理解した上で、はい、まあ、そこを勉強していただくのはいいんですが、入門レベルの知識っていうのが皆さんやっぱ最初に申し上げた時どこまでなのかということがわからないので、はい、まず重要な Python を理解していく上で重要なこのアンダースコアの意味を軽く触れておきたいと思います。アンダースコア、変数名や関数名の先頭につけるついているのを見たことがある方いらっしゃるかと思います、はい、あの末尾についているだけのものはあまり重要じゃないことが多いので、ここでは省略していますが、はい、先頭についている場合はちょっと意味がつくことが多いです、うん、一つアンダースコア。で、XXX の部分に変数名がついている、関数名がついているという場合は、これは名前を隠したいという意思表示になります。ああ意思表示です。ルールじゃない、はい、意思表示。もう二つ目、XXX とか、なんか意味のある単語の前に、アンダースコアが2個ついているケース。これも名前を隠したいという意思表示になります。ちょっと強い意味にはなりますが、あまりそういう意味では使われないかなと思います。はい。次のページで説明する通り、クラスで名前のマングリングが発生します。で、この講座でぜひ覚えておいていただきたい Python のドキュメントを読む上で一番大事なのは一番下です。これも次のスライドで紹介するはずですが、はい、まずこれちら、クラスの定義を見てみますと、マイクラスというクラスを定義しております。その四角括弧の部分見てください。はい、アンダーバーアンダーバーインと、すでにさっきの話出てるんですが、ここは今飛ばしておいて、初期化するメソッドの中で、セルフ .x イコール1は、覚えていらっしゃいますか？オブジェクトの中に x という属性1個つけて、作って、まあ、変数みたいなもので1を保存する。次はアンダーバー x、さっきの説明の、1つ目ですね。これ2を保存する。同じようにアンダースコアが2つあって3を保存すると。で、これを終了して、このクラス定義を終了した後に、マイクラスのインスタンスを作ります。はい、O に入れました。はい、で、下、プリント関数が3回呼ばれてます。O.x は1が出る。O.underbar.x は2が出る。O いいじゃないですか。3つ目が、これが、マングリングと呼ばれるもので、クラス名がくっつきます。はい、つまり、元の名前から勝手にクラスが定義された時に変わると。まあ、びっくりですね、と。で変わるんだけれども、3という値を外から取ることができると、はい、2つ、ここで必要なことがあります。マングリングが起こるのはアンダーバーが2個から。もう1つ、アンダーバーはその変数をプライベートにはしません、はい、例えばそうですね、別のプログラミング言語で言うと Java みたいな言語ですと、プライベートという、概念が存在しまして、作った後外にの人は原則として中の変数を見れなくするといったことができるんですが、はい、Python では今このデモで、示させていただいた通り、うん、全部外から見ることができます、はい、つまり隠せないというよりも隠さないことが Python の中では重要なことらしく、原則としてプライベートはありません、はい、よくですね、アンダースコア2個はプライベートとして使うんだみたいな説明が聞かれることあるんですけども、はい、むしろ意図は逆で、これは継承、まあ、細かいところなんですよ。継承したときに名前が衝突しないためにこうしているだけです。なので、プライベートは存在しないと覚えておいてください。はい。はい。ここまででしたかね。そうですね。はい。それでは、変数、関数名でのアンダースコアについてのセクションを終わります。続いては、イテラブルとイテレーターを考えるのセクションをお願いします。はい。先ほどの話から続きますね。で、アンダースコア、基本的な意味、プライベートではないというお話しましたけれども、大事なこと、アンダースコアが前後についているというケースがあるとご説明しました。これはですね、先ほどのはどちらかというと、なんていうんですかね、規約と申しますか、紳士協定みたいな部分ありまして、アクセスしないでね、
分かったっていう、その使う側と作る側の協定ですけど、これは Python のルールで決まっているものです、はい、アンダースコアが前後についている場合はこれは Python のシステムによって定義される名前です。でユーザーが勝手にこの独自のこのスタイルの変数とかを定義してはいけません。で、ダンダーと呼ばれることがあります。でこの講座では一番使いやすいかなと思いましたのでダンダーという名前を使い続けますので、このダンダーというのが出たらこのアンダースコアで囲まれているなんか変数か何かだなと覚えてください、はい、メソッドならダンダーメソッド、あるいは、別のページではマジックメソッドとかと呼ばれることがあるんですけど、マジックという言葉がちょっといろんなところで使われすぎていて逆に分からなくなるので、はい、ダブルアンダースコアを略すダンダの方が、まあ、思い出しやすいかなということでこの講座ではダンダを使います、はい。で下の四角括弧を見てください、リストを定義しまして、例えばこれはご存知かなと思いますけどスライスという記法を使いまして LST という変数の1から3番目まで3番目は含まないというふうなアクセスの仕方ができる、これはスライス表記というものです、はい、でこのスライス表記は Python の裏では、実はこのダンダーメソッドが呼ばれているものと等価とご説明されます。リストのオブジェクトのドットダンダーゲットアイテム、コロンの部分も意味が変わりまして、はい、スライスオブジェクトというオブジェクトがここで作られてアクセスされるのと等価と、説明されます、はい、裏側 Python の実装で本当に等価なのかという話とはちょっと違うんですが、まあ、等価と考えていただくのが良いですし、自分でクラスを実装してこのスライス表記を使いたい場合にはゲットアイテムを実装すればできるということになります。で、はい、舞台裏にはですね Python のですね、いろいろな重要な機能、例えば今インデックスアクセスみたいな基本的な機能ありましたけれども、はい、その舞台裏にはこのダンダーメソッドがあります、うん、Python の、命令が、対応するメソッド呼び出しに、全てではないです、残念ながら全てではないんですけどかなり多くの場合に対応付けられます。例えば、連長さを測る、例えばリストの長さ5つの要素があったら5と返ってくる連という組み込み関数は、内部的には o.dunderLen メソッドを呼びます。これはご興味あればぜひ、先ほどの公式ドキュメントの中から探して説明読んでみてください。これに対応すること書かれています。で先ほどご説明した、インデックスアクセス的なもの O を四角括弧 X 閉じ、これはゲットアイテムに対応する。で演算子オーバーロードみたいなこともこの、ダンダーメソッドを通じて行われます。 A たす B は A ドットダンダーアット A や、もし左側にそのメソッドなければ R アットライトですね、ライトの意味するダンダー R アットを呼び出されるというような形です、はい、で法文でもですねやはりダンダーこのダンダーメソッドが密接に関係してくるのではないかという予想を立てることができるのではないか、これは正解です、はい。法文を分解するとですね、分解してみましょう、はい、四角上と下で四角ありますが上の書き方、最初の例題をちょっと法文で書き直したような感じですね。これを、レンジオブジェクトで、i に受け取ってトータルで足します結果は同じで5050度、うん、これを for ではなくてじゃあ while で書いたら何がどうすればいいのかと、はい、公式のドキュメントではこの書き換えが確実に成り立つとはさすがに書いてなかったんですけども、はい、いろいろ調べますと、まあ、あのドキュメント他のドキュメントも含めて調べますと、はい、either 関数と next 関数というものが中で呼ばれているような挙動をするということがわかります、うん、ここはあのドキュメントを読むときに飛躍になりまして難しいと言っていた部分の一部ですが、はい、まあ、これは動きますので試してみてください、うん、で説明しますと組み込み関数の iter、レンジオブジェクトを入れますと myiterator という変数に、何らかのオブジェクトを置きます。これがイテレーターと呼ばれるものになるわけですが、はい、この青い部分変数に保存されたオブジェクトが foreTrue の中で next 関数に呼ばれている、うん、で呼ばれますと要素がある限りにおいては次の要素が与えられる。 for ループで起こっていることを next がここで起きて実行してます。次の要素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 、この例だと 1,2,3,4,5,6,7 でその、結果をトータルに足している。他の部分は使用末節ですので飛ばしますが、で最後 try except で分で、ストップイテレーションという例外をと、ここでキャッチします。はい、これはなぜかというと next 関数でイテレーターが与えられた時にストップイテレーションが飛ぶからです。で結果としては同じ結果になると。
もう一度言うと、法文は iter と next という2つの関数で置き換えることができるのではということまでが、まあ、分かってくるんですね。はあ、で、明示的にドキュメントで10日です、完全に同じですとは書かれてませんが、どうも iter 組み込み関数の iter 関数に与えられる側がイテラブルとドキュメントは言っているのではないだろうかということがだんだん分かってまいります。例えば、じゃあそうしますと、今までですね、連という関数、組み込み関数でダンダー連というメソッドを実装すると長さを返せるようになったと、それと同じようにですね、ダンダーアイターというメソッドを実装したクラスを作れば法文に使えるんじゃないか、はい、同じくネクストに対してダンダーネクストというメソッドを実装すればいいんじゃないかというふうに予想した方は鋭い、まあ、そのように学んだ方、その通り、そここまでは多分だいたいそんな感じで理解できすることができるっていうのは正しいんですね、はい、実際に実装してみましょうと、画面上、スライド上に実際に、実装書いてありますが、ここはデモをしてみましょう、はい、見えるでしょうか。ここではスライドと同じ内容に実際に使ったそのクラスを使った命令を2行足したものを画面上にお見せしております、はい、ZIP ファイル内に入っているはずです、うん、これを実行すると実際に321と出てまいります、123と渡されたのに321、これは単に手抜きと申しますか、簡単化のためでして、与えられたリストに対してポップで後ろから飛び出させるという使い方をしているから321と返ってくるだけです。でこれゼロ、ポップ0とすれば123となります。そこは重要ではなくて、先ほどの予想 と、一致する形でマイイテラブルというふうにクラスを定義して、うん、ダンダーアイターを実装し、ダンダーネクストを、こちらイテレーターとして実装すると、うん、を、法文で使えたじゃないですか、というわけでイテレーターとイテラブルはこんなもんなんじゃないの、というふうに理解いただくことはできますし、事実このように書かれている方もあったかな、ドキュメント、ウェブの説明等でもこうなっていることはあったような気がするんですけれども、はい、今回の、お話はですね、ドキュメントを読んでくださいというお話でした。ここよりもう一歩だけ深みにはまりたいと思います、はい、イテラブルの例、イテラブルとイテレーターこうやって使うことはできます。先ほどの通りネクスト関数とiter関数はちゃんとそれに対して動作するんですが、イテラブルとイテレーターはそれだけではないんですね、はい、ドキュメントを読みましょう、うん、イテラブルの例には、組み込み関数とかの例が上がるので、ここ点点点と省略しまして、およびダンダーアイターを、これさっきと同じ使い方ですね、はい、またはダンダーゲットアイテムメソッドを持つ任意のクラスのオブジェクトなどがあります、などってついてるのでちょっとミステリアスですけれども、はい、ダンダーゲットアイテムを持つ任意のクラスって書いてて、それイテラブルなのってちょっとこう疑問に思うべきなんですね、うん、もう一つ イテレーターに関しても、不思議な文言があります。さっきの話とちょっと違うんです。僕が予想した話と違うんです。イテレーターはそのイテレーターオブジェクト自体を返すダンダーアイターメソッドを実装しなければならない。ならない。強いですね。マストだから、じゃあ実装しないとイテレーターじゃないのかなっていう話になるわけですが、イテレーターじゃないんですよ。はい、動いてるように見えるんだけど、理解がずれちゃってる。ドキュメントで正しく読むと、イテラブルとイテレーターっていうのはさっきの推測とは違うものだということがちょっと分かってくる。ここは掘り下げないといけないんですね、うん、はい、じゃあなんだそのゲットアイテムってことで、ちょっとこれもここは、皆さんにお配りしてますのでここで実行しませんが、はい、クラス A ということでちょっと違う例を挙げてみましょう、うん、ゲットアイテム、ダンダーゲットアイテムを実装したクラス A を作りました。ゲットアイテムはですね、インデックスアクセスで使うものなので、はい、指定された箇所にあるデータを返してください。リストと辞書等で実装されてますが、はい、この場合ですと A っていうのは単にリストを持っているなんか適当なクラスであります、うん、大事なことはダンダーアイターは実装していないということです、はい、ところがフォーループでこのオブジェクトを与えてあげますとエラー起きません。先ほどまでの推測ですと、アイター関数でエラーを吐くんじゃない、ダンダーアイターメソッドないんじゃないと思ったら実行されるんですよ。アイター関数は実はこれを受け取ります。ご興味あれば、アイター関数のドキュメントをまた読んで掘り下げていただきたいんですけれども、はい、
ちゃんとフォーループで使えてるし、空いた関数とネクスト関数でこれ使えるので、これその意味では Python の中では立派なイテラブルです。用語集でもイテラブルと言っているイテラブルなんです。フォーループでも使えると。だから、はい、かなり深みにはまっていることを前提でご説明を続けますと、イテラブルというのはですね、ランダムイタメソッドによりイテレーターを返すクラスオブジェクトでは、説明として半分、まあ8割ぐらい正しいという申し上げておきましょう。ほとんどのケースでこれで問題はないです。はい。で、イテレーター、ダンダーネクストメソッドで元のイテラブルの次の要素を返すかなければストップイテレーション例外を返す。で、返す要素という話なんですが、これだと本当はドキュメント上では説明が不完全なんですね。ドキュメントから読み取れるのはあくまでここまで。関数に与え、単数アイターに与えられたとき、イテレーターを得ることができるクラスオブジェクトであって、アイターメソッドを実装しているとは限らないんですね。イテレーター、ネクスト関数に与えられたときに、まあ、ここは実は同じでして、だんだんネクストでもいいんですけども、もう一つ条件があって、これマストなので、実装しないとイテレーターって呼んじゃ本当はいけないらしいです。はい、自分自身を返すだんだんアイターを実装することもイテレーターに求められています。はい、この説明から分かることは、イテレーターは、イテレーターとして正しく実装されたら自動的にイテラブルになります。これ、第2回で使うので豆知識として覚えておいてください。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ここまではイテラブルとイテレーターを考えるでした。では続いて例題の解説をお願いします。はい、例題の解説ですけども、イテレーターに関しましては、イテレーターをフルに理解するのはとても難しいのではというところまで深みにはまりましたが、はい、ここまでのご説明で大体、簡単に理解できてるんじゃないかと思います。1問目は、レンジオブジェクトはイテラブルだから、サムがイテラブルを受け取れるので、単に1行で書けるよねと覚えておけば OK です。で、2つ目は実は、今の範囲では理解できないものが含まれています。これは第2回以降で説明する文法を使うので、うまくいっていないということですね。はい、ただ大事なことは、サムはイテラブルを受け取るってことは、サム関数の中にある、文は何であれこれはイテラブルのはずだというところまで理解できていれば、この回では、問題がない、とりあえず合格ということになります。はい、ありがとうございます。ではここまで例題の解説について教えていただきました。続いてはイテラブルの謎についてです。はい、少しラップアップしますと、イテラブルというのは、だんだんアイターがだんだんゲットアイテムを実装しててもフォーループで使えるからイテラブルですよという説明をした上で、はい、ドキュメントを理解する上でまず、まあ、さらに、深みがあるのでもう一歩。だって同じような例題を画面上にお出ししました。はい、クラス A がありまして、だんだんユニットがありまして、初期化のための特別なメソッドであると。うん、で、だんだんゲットアイテムを、実装しております。で、ここでは下がちょっと違いますね。ですね、Python の中で標準ライブラリと呼ばれるモジュールの中にイテラブルというクラスがあります。これは抽象規定クラスという名前がついてまして、例えば Java の方とか特に注意していただきたいんですけど、Java という言語を使われている方とか注意していただきたいんですが、イテラブルというクラスがあります。継承して、あげるとか、なんかこう、継承関係とかを考えたりしますと。はい。だから、A、このクラス A というのは、じゃあイテラブルなのであれば、イテラブルなのでは、イズサブクラスとか、イズインスタンスという組み込み関数があるから、A というクラスは、イテラブルのサブクラスになるんじゃないのかなと言われると、そっぽを向かりまして、フォルスとなります。はい。で、イズインスタンスに関しても同じです。で、これは、A がイテラブルのインスタンス、もしくはサブクラスのインスタンスであることを判定する関数に見えますが、フォルスが返ります。はい、で、ちなみに逆は違いまして、イテレーターだとこれトゥルーになります。まあ、何なこっちゃねんという話でして、はい、私ここの講座の中でイテラブルとは何ですかという話を最初に申し上げまして、はい、ダンダーアイターの話、ダンダーゲットアイテムの話しましたけれども、うん、ダンダーゲットアイテムを実装したメソッド、クラスであっても、それはイテラブルになるというふうに最初に説明したのに、はい、Python の特定の、関数を使うと違うと返されてしまう。この矛盾が、初めのうちはよくわからない。
この講座の第5回までご説明した上で、この問題、イテラブルって結局何なんでしょうかねという話に立ち返って考えてみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ここまでイテラブルの謎について教えていただきました。では授業のまとめをお願いします。はい、この授業第1回だけでなく全体も通してなんですけども、はい、ぜひ公式ドキュメントを読んで深い理解を得るというか、あるいは法のに対するエルスもそうなんですけども、はい、ちょっとした知識を積み重ねるときにドキュメントおすすめですよという話がベースにございます。はい、でその例題として、実は皆さん多分イテラブルイテレーターですね、入門のですね本に結構書かれている例題なんですけども、考えると深みがあるということをこの第1回で理解していただきたかったので、はい、普段使いであまり突っ込まないところを突っ込んでみたという背景もございます。ただその上で、ドキュメントのから外れた私の俺より独自理解というのはなるべく排するように、ご説明はしているはずなので、つまりこれが Python の真の姿だと思っていただいてもいいと思います。でドキュメントを読みつつイテレーターをとりあえず考察してみたというところで第1回をおしまいとしたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここからは質疑応答の時間に移らせていただきます。皆さん、わからないことは質問ボタンに切り替えて投稿をお願いします。皆さんからのたくさんの質問お待ちしております。はい、では早速ですね、ちょっと見ていきますと質問が来ていました。ヤスさんからの質問です。英語のドキュメントと、あ、先のこっちですね、今回紹介された公式ドキュメント自体結構膨大な量があるように見えます。読み始める上で特におすすめのページはありますかという質問です。はい、ドキュメントをこの、スライド上でご紹介するのはちょっと、はばかられたので、ちょっとこの画面上で見てみたいと思いますけれども、はい、普段ですとどうですかね、これ画面見せすることできます。はい、はい、でこれドキュメントです。でこの、スタイルを覚えておいていただいた方がいいかなと思います。たまにこれが外れちゃって 2.7 っていう古いバージョンを見るとこの緑色になるんですが、これは違います。はい、でこれが最新の安定版で、こういうドキュメントを見る機会があると思います。ただ英語なのでちょっと辛いよねってことで、今英語日本語にしますね。はい、さて見えるでしょうか。うん、で、これがまあよく見ると思いますが、はい、調べていくとき、特にこの講座では実践編ということで Python の、より実践的な知識をというところで、ライブラリの細かい皆さんの用途によって変わってってくると思うので、使うモジュールはそこまで深く説明しないんですが、全部ここに、組み込みのライブラリというものがありますので、多分ここを見る機会がものすごく多いです。でその中に例えばサム関数を調べたいという時にすぐにクリックしていきたいのがこちらで、この中にこれが組み込み関数のすべてです。はい、組み込み関数結構多いなと思うと思うんですが、しばらく使っていくと半分ぐらい覚えちゃう可能性があるかなと、という申しますのも必ず使うことが、まあ、あるからですね。はい、でサムはここにあります。でここのご説明には踏み込みません。先ほどご説明した通りで、でここにイテラブルってなんだよっていう話があった時に、じゃあ次に何を調べるかですが、はい、戻りましょう。ドキュメントを見まして、他によく見るのが用語集です。イテラブルみたいな用語集、言葉ですと、まずここからスタートするのが良いかもしれないです。イテラブル。残念ながらですね、これがですね、この 3.6 というバージョンで、わかりやすいんですけど、英語のドキュメントが変わりまして、日本語の翻訳が変わっちゃったんですよ。はい、なので、日本語の翻訳がない場合って、英語はそのまま表示されちゃうので、まあそういう場合は 3.5 にしてあげて、はい。でこれが、皆さんに お見せしたイテラブルの説明です。はい、こういうでもし、あ、わかんない、これなんだ、例えばダンダーメソッドの話しましたけど、うん、このダンダーイタってなんだっていうふうに掘り下げる場合には、はい、クリックしていくと次のドキュメントを読めるので、うん、こうやって公式ドキュメントの中は読んでいくのが良いです。はい、であともう2つ、チュートリアル、これです。ここから始めましょうって書いてあるので、皆さんここから始めないんですが、はい、ここにすごく膨大な量の入門向けの、ドキュメントがあるというのが1つと、はい、もし最後にですね、法文とか if 文とか、うん、そういう細かいところに、踏み込みたいよという場合、法文にしましょうか、うん、しますと複合文、法文とありますと、私がお説明したエルスがここに登場しております。うん、
つまりここ、もう一度申し上げますと、ドキュメントを読んでほしいという意図ですので、ドキュメントから外れた説明はなるべくしないようにしているんですが、とにもかくにももし分からなくなったら、まあ、ドキュメントをこのような形で参照していただくのがとても良いのかなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。続いての質問です。秋山さんがイテレーターという言葉はよく聞きますが、イテラブルはあまり本などにも出てきませんとあります。はい、それとても良くないことだと僕は思ってます。はい、入門の本は他のプログラミング言語を、ベースに、説明するので、イテレーターという言葉を、イテラブルの代わりに使うことがあります。で、はい、半分間違ってないです。この講座で先ほどご説明しましたが、イテレーターはイテラブルでもあるんですね。ダンダーイターメソッドを実装する必要があるから、はい、イテラブルにもなるので、はい、イテラブルにもなるってことは、イテラブル、イテレーターってイテラブルじゃなきゃいけないところをイテレーターと言ってしまっても 100% 誤りにならないんですけれども、うん、あとイテレーターという言葉は他の言語ですごくよく使うんです。はい、C++、Java、Ruby、いろいろイテレーター、あのプログラミング言語一般の用語なので、はい、イテレーター、イテレーターというふうにみんなイテラブルのことを呼んでしまうんですけれども、はい、この講座先ほどの説明の範囲でも、その違いを分かっていただきたいかなと。法文に与えられるものがイテラブルです。簡単に言うと、はい、ちょっと間違えてるんですよ、これも説明としては。はい、で、法文の中でループを回す状態を管理するのがイテレーターなんですね。はい、で、この2つを区別しなくてもプログラムを書くときに混乱しないケースが8割だから読みこぼしがあるんですけど、はい、でも違うんです。で、もし出てきません、じゃあその違いは僕の独自ですか、うん、そう、それともちゃんと Python の用語ですか、イテラブルと、あ、切り替えていただけますか。あ、はい、ドキュメントを見て、ドキュメントに判断してもらいましょう。はい、イテラブルとイテレーターって別の項目でこんなにがっつり書いてありますね。本当ですね。違うんですよ。うん、なのに皆さんここの違いを読まずに、はい、で、あともう一つ、入門書かれる方の苦しみはこの2つを区別する説明すると分かんなくなっちゃう。はい、からイテレーターということがあります。あと、そのご質問がある方は読まれている本か分かりませんけど、入門書であるのが、うん、はい、フォーループに与えるものはシーケンスですというふうに説明をされることがあります。この講座ではシーケンスは説明しませんが、はい、これも、100点満点中で言うと70点とかそんな感じです。シーケンスという用語ございますが、イテラブルの一種だから、うん、でいいよね、いてシーケンスってここ読んじゃってもいいよねっていう入門書は見ることがあります。うん、僕なんでこれ言ってるかというと、入門の方に 100% 正確な表現をする必要はないと僕は思ってるので、うん、皆さんご覧になってる方がそこを混乱されてても何ら僕は驚くことではないと思うんですけど、深くちゃんと Python を使うのであれば区別していく段階が欲しいし、はい、ドキュメントは区別してるから後で混乱するよっていう話を、まあ、思ったんですね。あ、それで、まあ、ここいい例題です。皆さん、ね、だってイテレーターイテレーターは聞いたことがあるはずなので、うん、そこで最初にちょっと深みにはまるものを、トピックアップしたという事情があります。はい、はい、ありがとうございます。では続いての質問、ヤスさんからです。英語のドキュメントと日本語の翻訳があるようです。特に日本人にとっては英語は辛いと思いますが、日本語の翻訳だけを見ても問題は特にないのでしょうかという質問です。あ、はい、この講座です、うん、は、例えば先ほどのようにイテラブルはドキュメント上でこうなってますってスライドで、説明するときは日本語の翻訳に頼らせていただいてます。これは日本語の有志の方が元のドキュメントを元に翻訳されているものだと思います。で、これは割とよくできてますので、もし英語に拒否感がある方は日本語から入っていただくのが絶対いいんですけれども、はい、先ほど季節してドキュメントの中に、日本語のドキュメントの中に英語が突然出てしまった例があったと思うんですね。イテラブルの説明が全部英語でした。はいはい、翻訳されてないものって日本語じゃない、英語なんですよ。順序は正しいドキュメントができて、それを各コミュニティが日本語訳するどっかであるので、はい、ラグがあると。もう一つは、うん、役者の方のスキルレベルによっては、はい、親子の説明ちょっと変だぞっていうふうに思う時があって、僕はスッと英語に変わります。そうするとやっぱ変だなっていうことがあります。これは役者の方のスキルレベルっていう可能性はあるんですが、はい、あとは、翻訳できない、
可能性、まあ、よく文学だったらもっとよくあるわけですけども、はい、この比喩は翻訳できない、うん、それを無理に翻訳しようとして失敗するケースっていうのもあったりするので、まあ、日本語から始めて英語にチャレンジする、うん、だんだん英語をベースに考えていくっていうのがおすすめではあります、うん、はい、ということでした。ありがとうございます。ではここで質疑応答の時間を終了させていただきます。皆さんたくさんの質問ありがとうございました。このあと15分後から次回第2回目が始まります。皆さんそちらもお見逃しなく。はい、先生ここまで授業ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後までご受講ありがとうございました。引き続きスクーで学んでいきましょう。それではさようなら。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。